人民広場駅は、中華人民共和国上海市江北人民広場に、ある、上海軌道交通の駅。1号線、2号線、8号線の3路線が乗り入れ、合計18カ所の出入り口がある。周辺は、多数の観光スポット、ショッピングセンター、オフィスに囲まれ常に混雑している。地下駅。急行路の南側の人民公園敷地内の地下に1号線。 2号線、8号線の総合コンコース、改札口もあり、ここから3路線のホームに短距離でアクセスできる。1号線は島式ホーム1面2線を有する。ホームドアは設置されているが、2006年11月に後付けされたものである。8号線の開業を機に一部吹き抜け構造となり、ホームに自然光が差し込むようになった。2009年にホーム上に、 シンクル吸引式トイレが設けられた。2号線は、島式ホーム1面2線を有する。2009年5月に、上海軌道交通の地下駅としては初めて、大人の背の高さよりは少し低い稼働式ホーム柵が設置された。ホーム東端に、トイレが設けられている。8号線は、単式、島式ホーム2面2線を有する。開業当初から、ホームドアが設置されている。 開業当初は、島式ホーム一面二線の形態だったが、上降人員の割には、有効幅が狭く、ラッシュ時間帯は激しく混雑していた。そこで、南行きの線路に隣接していた、留置線をホームに改造し、2009年1月24日から、校舎線予報ームとして、共用を開始した。列車内のドアには、人民広場駅では、陳森航路駅方面行きのみ、 両側のドアが開きますの中国語表記が重複されている。すべての路線において案内状の乗り場番号は設定されていない。1999年に2号線が開業した当初は上海軌道交通線では唯一の乗り換え駅であり乗り換え距離も標準的であった。ところが利用客数の増加に対応できず連絡通路で激しい混雑を引き起こすようになったため、 2000年代に連絡通路が増設され、終日一方通行規制がかかるようになった。1号線から2号線への乗り換えは新設された。連絡通路を通ることになったが、その距離は240メートル程度と若干の距離があった。しかし、8号線の開業でさらなる利用客の増加が見込まれたため、乗り換え用の大型コンコースが整備されることになり、8号線の 開業と同時に供用が開始された。大型コンコースの供用によって、各線の乗り換え距離は最長でも100メートル程度で行えるようになり、利便性が大幅に向上した。コンコースの天井部には直径16メートルの天窓と長さ120メートルにわたる天窓が設置されており、同駅は上海軌道交通の地下駅で初めて自然光が差し込む駅となった。 1>, 1号線と8号線の乗り場は隣接しており、乗り換えは短距離で行える。かつて1号線と8号線を対面乗り換えにする、案が案があったが採用されなかった。駅周辺地図、Wikimedia Commons には、人民広場駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。